はい、皆さんこんばんは。無双スターズやっていきたいと思います。今回ね、唯一最後使ってなかったあやね使っていきたいと思います。ここジョーカー、優しき光ですね。神器を用いれば新たな仲間を浄化できるはずということで、仲間がね今操られている状態になっているんで、それを回収しつつ最後のねプレイヤーキャラクターあやね使っていきたいと思います。ここには操られた英雄様方が数多くいらっしゃいます。一気に浄化すれば皆様を取り戻せるでしょうということなんですけど、結構ね難易度調整とかもしてるんですけど、それでもねまだ難易度が高いですね。あやねはねある程度育てました。すごい難易度なんでね、行きたいと思います。行くぜ。浄化に適した場所はあそこですね。たどり着くまで力を貸していただけますか。了解。玉木を、目標地点まで護衛か。あやねなんですけど結構上級者向きですね。これが軸になります。他のチャージ技はあんまり強くないかなって感じですね。チャージ4が使えます。あとチャージ1も結構使えるかな。いや、チャージ1は使えんかよ。チャージ4が使えるのかな。あとね結構割り込まれるんで上級者向きですね。あやね、でも最後のキャラクターなんでね、これで今回のキャラクターで一通り使えると思います。使ったと思いますね。ナオトラだけかな。ナオトラはまあでも動きが戦国と変わらないんでさほど使うこともないかなと思うんですけど、で今回で、仲間を全部回収して、で次回のパートあたりであと 2,3 回で多分エンディングまでいけるかなと思うんですけど、まあ、でも全部使えてよかったですね。それだけ最低限ね目標にしていたんで。で玉木の目標地点どうだ。ビッグイマーク出てんな。ちょっと行きます。この BGM がなんかもう最終局面の BGM っぽくないんだよな。リオのあれか BGM か。このトイトループ戦いにくいんだよな。低いんですよね雑魚が。だが倒す。あやねね結構昔好きだったんですけどね、今もうこれあれですよ、結構ブサイクになってしまってね残念ながら。まあまあ可愛いと思う。昔もっと可愛かったんですよ。あやね。なんだなんだなんだ。この拠点か。拠点の性能か。まあ、トイトループ倒そう。トイピープルが。トイプードルが。ですね。あ、トイトループいっぱいな。でもこっち、呂布もあれもいるんでね。で、この戦いで仲間全解放できるんで。皆さんに新エンドをねお見せしたいんでね、仲間を全部解放してクリアする、読み編をクリアすることで新エンドをお見せできるんで、それでフィニッシュですね。このなんか峰不二子が出てきそうな BGM 気が抜けるな。すごい肩の力抜けるなこれ。最終局面で結構俺の中で高まってきてる部分あるんだけど、この BGM がすごい気が抜けるんだが、OK ですね。まあでも結構ねいいアイデアですよ今回この無双スターズ。光栄テクモのキャラクターを総出演させるっていう、言ってしまえばあれでしょ、64とかがやった、まあでもクオリティというかその売れ筋としては及ばないかもしれないですけど、やろうとしてることは中層か。こいつと戦うのももう最後ですよ。ここで操られても解放させるんでね。言ってしまえば64でいうスマブラみたいなもんじゃないですか。この無双で全キャラクター出すっていう周走、周走ね素早いんでね捉えにくいんだよな。やるじゃないか周走。さすが関羽の
一番弟子というか一番配下というか、硬いね、結構硬いですね。あやねが攻撃力がないのか硬いのか。あ、そうだ、無双も使ってなかったんですね。雪村じゃあ変えようか、雪村に変えます。雪村も、雪村は使いましたか、一回使ったな。雪村はナオトラだけ使ってないのかな。ナオトラはねもういいかなってなってるんですよね。無双、まあ雪村はそうなんですけど一緒なんですよね、無双と戦国無双と。周宗結構尺取ったぞ。周宗術を解きます。オッケーオッケー、今しばらくお待ちください。勝負もいいのか。責任は果たす。あのじゃあなーっていう去っていった周宗の口ぶり、あれどう考えてもまだ戦えただろう。いざこの超気流と勝負してもらおう。勝負倒すか。ブレイクが低いからダメージ全然与えられてないから無視しますか。ブレイク上げてから勝負機会があればしますというか、その体勢に影響なさそうなんで次行きます。理想としては敵の本拠地に乗り込んで連機発動させてブレイク一気に高めて、その後有利にしていくっていうのが理想なんですけど、例えばこういう敵の拠点とかに乗り込んですぐ、ここ武将いないですけど武将がいるとことかで連機技発動させて体勢を立て直さなければ。アリマ君危ない、アリマ君が危ないか。ここだから自力で奪って、どうしようかな、右から回っていくか。この拠点だけじゃあ奪っていきます。てかもうあれですか、新学期が始まったんですよね。今学校がある方は新学期が始まって、まあ、でも今日土曜日、僕収録してるの今土曜日なんですけど、土曜日かまだか、もう多分この動画出す頃には新学期が始まってると思うんですよね。学校の方は、お仕事の方ももうあれですもんね、仕事があるんで。僕もアルバイトを始めたんでね、まあ動画は今まで通りに出せると思うんですけど、動画の更新速度とかっていうのは全く落ちずに出せると思うんですけど、アルバイト始まりましてね、新学期、頑張りましょう皆さんね。ここ敵武将いる？ここでじゃあ無双技をお見せします。二元転身術というね、二元転身術といえばこのあやねの流派っていうのかな。あれ経験値落とす、雑魚敵が、雑魚的な普通の経験値落としてるのか。玉木の目標地点到達になってるんですけど、これ目的は何だ。玉木が超運に苦戦させられてるのか、だから進んでこれないのか。やっぱ超運じゃあ倒さないとダメなんですね。戻るか。じゃあこのまま本敵の本拠地に乗り込んでもいいんですが、ここまで追い詰められるとは。行くか、まずここのやつ。俺の力不足だ。あ、球がいっぱいいんのね。それは無理だわ。ちょっと一旦戻ります。超運のとこまで戻ります。はい、超運のとこまで戻ってきました。うわ、両夫に両夫に思いっきり胸ぐらつかまれてたな、超運。同じゲームだけにすごいリアルだった今。あ、もうブレイク上がってるんで、ほら削りやすいですね。やっぱ結局ブレイクゲーだなこのゲーム。多分ブレイクっていう概念があるのは、無双系のゲームって速攻敵の総大将のとこ乗り込んで倒すみたいなことをできなくしてるんだと思うんですよね、ゲームバランス的に。それができるのは無双だったじゃないですか。それがまあいいとこでもあり悪いとこでもあったんですけど、それができなくなっているのがこのブレイクシステムですね。
あのブレイクっていうのは今あの名前の下に数字が書いてあると思うんですけど、あれが高ければ高いほど強いっていうことです。三成も操られてる。うわめっちゃ出たな敵。これも運命。あこいつダリウス初めて戦うのか。どちらが上か。こいつら勝たさないと玉木が先に進まないんでね。目障りなの。どうするか。無双技でも打つか。無限精神流お引き取り願う。お引き取り願うのは貴様だ三成。今さら聞き入れはせぬぞ。あとこのゲーム欠点といえば欠点なんですけど、敵が多くなって誰かが喋るなりなんなりすると若干重くなるとかあるんですよね。プレステ4なんですけど、それが若干欠点かなっていうのはあります。まあ基本的にはゆるゆるなんですけどね。この戦場には飽きた。誰かが喋ったりとかすると若干重くなるかなっていう感じです。若干ですけどね。三成もう最後だ。いよいよお前もこちら側に戻る。今回でも総出演してるんですよね。敵が操られてる敵が。なんで全員戻ってきます。ここでこいつら全部倒すことでね。あとなんか今回 火というかなんかかけらを集めてるじゃないですか。黄泉の弱点を探るために。それと並行してあの黄泉編に出てくるキークエストっていうんですかね、あれを全部クリアすることで新エンディングが見れるらしいんですけど、それ全部クリアせずにクリアするといわゆるあのマルチエンディングというかバッドエンドっていうの、バッドエンドでもないんですけど、そういうのに行くんで、まあ、バッドエンドお見せしても仕方がないかなと思ってるんで、新エンディングのために今キークエストと今仲間も全部集めてますね。新エンディングだけお見せしようかなと思ってるんですがね。 OKOK、うん、なかなかやるものだね。勝ちは譲るよ。勝ちは譲るよというかもう完全俺の勝ちだっただろあいつダリウス。ここ倒せば上開くんでね。相手に並んで、あと僕アルバイト始めたみたいな、まあどうでもいい話になるんですけど、アルバイトでね清掃のバイト始めたんですよ。ホテルの清掃のバイト始めたんですけど、敵の増援が。ちょっと待って、追いつかれる前にまだ出てきた。まあいいや、玉木が進んでるんで清掃のバイト始めたんですけど、まあ結構ねぶっちゃけた話言うと、僕ずっとコンビニとか本屋とかねいたんですけど、結構楽です、あの清掃のバイト。幻影ですか。うわ幻影か。倒さなければ先に進む。欲の BGM も鳴っていると。結構楽ですよ清掃のバイト。騙しているつもり。ナオトラね、今回使わなかったナオトラだから、大河ドラマは見てるから許してくれナオトラ。全く一緒だったんだよな戦国と動きが。連機使います。呂布厄介なんでちょっと連機使って一気に倒します。だいぶ楽ですよ清掃のバイト。遅刻しても何も言われないっていうところがありますね。なんかゆるいゆるゆるなんですよね。なんかとりあえずゴリ押しで押し切り。まあまあ280か、まあまあですね。雪村を倒せたんで、終わった頃にブレイクが高まるんで、連機が終わった頃にブレイクが高まるんで、あとは無双等を駆使しながら削っていけばいけます。まず初っ端にいきなり連機打つのが、あでも呂布か、必勝かなって思ってますねこのゲームに関して。あとは呂布だけ。呂布どこ行った。
いたいた。呂布って結構あれで描かれること多いじゃないですか、脳筋というかパワー系みたいな。あれなんでかというと、まあその三国志演義に描かれている呂布のがやたら策にはまるっていうのもあるんですけど、酒に溺れたみたいな確か話だったんですよね。酒に溺れて禁酒令みたいなの出したんですけど、それももう守れなくてみたいな、やたら知力が低く描かれることが多いんですよね。実際そうだったのか分かんないですけどね。実際本当に頭が悪かったのか呂布が。もうだって1800年ぐらい前の話じゃないですか。なんで本当のその事実なのかどうかっていうのは分かんないわけじゃないですか。関羽が本当に軍神だったのかっていうのも定かではないですし、関羽が本当はあんなにひげ生やしててとかじゃなかった可能性もあるわけで、まあ、どうなんでしょうね。もうそこまで考えたら三国志楽しめなくなっちゃうんですけど、僕三国志大好きなんでなっちゃうんですけど、まああんま考えないようにするか。まあ封倒したね。これ450までいけば秒数伸びるんで、オッケー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 。これどうせ応援されるならこのセコンドに女の子を入れていた方がテンションが上がるっていうね。呂布とかに応援されるよりも、まあ僕がセコンドに女の子ばっかり置いてるのは体力回復ができるからなんですよ。このほのかとクラフタと高原機か、体力回復ができるからなんで、別に誰を置いてもいいっちゃいいんですけどね。 OK ですね。これで仲間が元に戻ります。今より英雄様方を紹介いたします。これで次回パートというかもうあと2回かぐらいしかないんですけど、俺は別に今のまま、いや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 、俺は別に今のままでも構わんがなってまあやってることは一緒だからな、両夫は。はい、浄化は無事に成功いたしました。今は疲れて眠っていらっしゃいますが、目覚めた時には元の英雄様に戻っているということなんで、これでですね、全キャラクターがまた再び使えるようになりました。でもう全キャラクターも使用したので、次回以降ね、もう好きなキャラクターをどん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 使っていきたいと思います。好きなキャラクター4人で固めてもいいかもしれないですね。もうあ、もういっぱいカード持ってるのか。 OK ですね。あともう多分1、2回ってことはない、あと2回かそこらで、あ、もうこれ全員戻ってきました。あ、まだもう1個ある。もう一個の、こっちか、浄化。こっちもね、やって仲間回収しておこうと思います。で、次回かその次かぐらいに最終パートもそろそろなってくると思うんでね。また、ラスト最終局面なんですけれども、また次回ね、頑張っていこうかなと思います。ということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。